前回コメントで話していたんですけど、この金蛇の2匹はですね、すべて石崎にある市民の森公園という場所で撮ったものでして、でね、そこでちょうどそこでね、あれですかね、そこでね、カナヘビがね、いるんです。川ありますじゃん。で、川の途中に草が岩があって、その岩の隙間とかから草が入っているっていう場所ありますじゃん。あそこの岩とかそういうのに時々カナヘビがくっついていることあるんですよ。それをゆっくりしながらペッて取れば大丈夫です。まあ、ジャローダをカナヘビとすればやりたくねえ。みたいな感じかな。ちょっと待ちよ。ジャノビーの土台が落ちた。てっきり。出た。いやー、またクモいるよ。いや、こい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 。クモやん、クモクモ。クモ、クモ、いやー。いやー、クモ、クモ。クモいた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 。息の根があれ、あらいだじゃ。え、ママ、クモ、クモ、怖い。またクモがいた、だじゃ。ハクシャン、だじゃ。またクモがいた、だじゃ。どうする、だじゃ、だじゃ、だじゃ。だじゃ。あれが、ゆうたかの赤ちゃん。ゆうたか、おわ。イェーイ。おわ。どうする、たーちゃん。そうだ。なんともなくやろう。実は、嘘だ、たーちゃん。クマなんていないタージャよ。タージャ、ただああいうことをしようと思ってそうやったんだ。タージャ、ただツタッチャの、ただのツタッチャのバラシだ。タージャ、ちなみにツタッチャって呼ぶのはこの YouTube の動画だけだったわけよ。じゃあ、とりあえずこのヘビ日記行くたわけ。で、今日は長さ比べをしようというわけで、ここに網があるんですけど、この網にね、この蛇2匹を歩かせてみたいと思いました。よいしょ、はい、こんな感じで。ちょっと待ちよ。なんかヤモリみたい。よいしょ、こんな感じでくっついた。ターギャ、ターギャ、先にこっからヘビが行っちゃうからだね。一歩歩き出したターじゃ。ツンツン、ツン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 。
とりあえず好きなように歩かせるとあじゃ。両方違う方に行くとあじゃね。おっと、やばい。ちっちゃダメだとあじゃ。たーちゃとじゃ、ね、終わりにしようたーちゃ。この歩かせは終わりだたーちゃ。よいしょ。よし、はい、ここのヘビも、はい、よし、もう歩かせは終わりだたーちゃ。よし、ちなみにここのヘビだが、噛むんだとあじゃ。ちょっとお待ちよ。このヘビはね、なんか飼い主に慣れてくると、最後逃がすときに逃げないらしいですよ。もう懐きすぎちゃって逃げたくないらしいです。まあそんなようになっちゃうんですよ。そんなようになっちゃうことがたまにあるんだとあじゃがね。とりあえず朝日光浴をしている姿を見たいとあじゃ。まあこのヘビが日光浴をすると聞いたんで、まあとりあえずというわけで、何ボルトかわからないけど、普通のね、勉強道具として使っているこの階段をね、ここに置いておきました。だからカナヘビのいる場所はいつも明るいタージャ。いつもだからいつもずっと朝が来ているという、だからいつもずっとカナヘビのいる場所は明るいんだたーちゃんね。たーちゃたーちゃ、これが俺のカナヘビで、こっちはね、赤ちゃん、それか赤ちゃんからちょっと、子供だったじゃ。おわ、とりあえず終わりにするたーちゃ。たーちゃたーちゃ、あ、ちょっと待った。たーちゃたーちゃ、たーちゃ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 。